ウニバクテリアとは、幻覚生物の系統及び分類についての仮説である。外膜を持たない幻覚生物と定義され、1997年にキャバリエ・スミスが提唱した。赤いの階級が与えられているが、現在の合意体系では認められていない。標準的な分類体系において、テルモトガモン、フィルミクテスモン、放線ン,ンモン、 コサイキンに分類されている生物がこのグループに含まれる。深核生物の起源を説明するネオムラ説に基づく修正録解説においてネギバクテリアと原核生物を2分する。ネオムラ説は多くの研究者に指示されていないが非常に有名であり、一般書籍でも時折取り上げられることがある。サンドメイン説を堅持する立場からコサイキンを 細菌界から除外し、グラム陽性細菌門を赤いに格上げして、ウニバクテリアの代わりに使う場合もある。最大の特徴は、外膜がないことである。胞子形成種が比較的多いことも挙げられる。外膜と内膜の二つの膜構造を持つグラム、陰性菌に対して、グラム陽性菌と古細菌が共に一枚の膜構造しか持っていないことに着目して提唱された。 グラム陽性菌は、外膜を失ったグラム陰性菌から発展したと論じられている。また、放ン菌と個細菌、真核生物の共通形質に対してもいくつか言及されており、分岐分類学上では、真核生物もこの系統に含まれる。ただし、テルモトガモンは外膜様の構造を持つ。また、外膜を保有する個細菌も二属ある。 ハットトーマスキャバリーエスミス、1998、A、エイリバイズドーシックス、キングダムシステムオブライフ、バイル、レブ、73、203から266、ABCDE キャバリーエスミス T ザ、ザネオムランオリジンオブアーキバクティリア、ザネジェバクティリエルルートオブザユニバーサルツリー&アンド、バクテリアルメガクラセファケーション。INTJ シストエボルマイケロブエル52、776、井上イサオ、 総類30億年の自然思想類から見る生物、進化、地球、環境東海大学出版会2007年。ISBN 978から4から486017776。ありがとうございます。